宇宙なんちゃらこてつくんぬいぐるみ劇場、月までの道のり。今日も宇宙についてのクイズを出すよ。ってこてつ、何食べてるんだ？もぐもぐ。宇宙のグミだよ。この宇宙のグミはレモンソーダ味でとっても美味しいんだ。2個も食べる？俺は今はいい。それじゃ、今日はそのグミを使ったクイズ。問題。地球から月まではグミ何個分離れている？地球から月までの距離は384,400km くらいだから、何個だろう。でも、そんなにたくさんグミがあって、食べきれなかったらもったいないから。100個くらいがいいな。いや、そういう話じゃない。正解は約384億4,000万個だ。そんなに離れてるんだ。はーい、ここで今日のなんちゃら雑学。地球から月までの距離は約384,400km。グミ1個を 1cm と考えると384億4,000万個分の距離になるんだね。これは歩くと11年くらいかかる距離なんだよ。近いのかな、遠いのかな。ちなみに3種類のイラストが可愛いこのポケットティッシュは1枚の長さが 20cm くらいだから、だいたい19億枚つなげると月に届いちゃうよ。グミ384億4,000万個分も離れているなんてびっくりだね。いっぱいグミを食べてちょっくら月まで行ってくるぞ。グミのことで頭がいっぱい。続く。今日登場のグッズ紹介。ぬいぐるみちょっこりさんシリーズ。ぬいぐるみこてつ。ぬいぐるみニコ。宇宙のグミ宇宙乳酸菌入り。ポケットティッシュ。グッズを買うならイオンシネマで展開中のこてつくん公式なんちゃらショップへ。ぬいぐるみ商品はタカラトミーモールでも販売中。さらにこてつくんのプラネタリウム番組も投影中。今日のなんちゃら雑学その2。こてつくんと同じようにこのソラキューも月を目指しているんだ。ソラキューは JAXA、タカラトミーなどが共同開発した変形型月面ロボット。月面で球体から探査ロボットに変形するなんてすごいよね。へへん、僕も実は変形ができるんだよ。って着替えただけ。続く。